はい、いらっしゃい。1個目さんいらっしゃいませ。これはね、買うべきかどうかちょっとわかんねえな。買ったんだけど、まあぶっちゃけ DS 版と同じだからね。まあ俺も DS 版持ってて、もう持っててクリアして、で、まあクリアしただけだな。DS 版はちょっとね、難易度がね、あのね、鬼畜なんですよ。いわゆるフェイの最終問題っていう一番まあ難しいダンジョンが、あの100回までのね、ダンジョンがあるんですけど、それが DS 版だと非常に難易度が高くてですね。まあ、俺みたいなクソ、クソ雑魚には、クリアはちょっと難しい。まあ、クソザコナメクジの、人間ではですね、ちょっとフェイの最終問題は非常に鬼畜かと思います。スーファミ版よりは、難易度がはるかに高いですんで、ただ、まあ、いわゆる普通にクリアするだけだったら、アンドロイドなんだけど、不具合が発生で配信取り下げ中？何それ？俺もアンドロイドっすね。
だから、アンドロイドの、あれによってはできないんですよ。アンドロイドのそのバージョンとかがあって、できなかったりするんですよね。うん、まあぶっちゃけ DS 版とほぼ変わってないんで、もう変わってないどころかむしろ劣化してる、劣化してるんですよ。ああ、ちょっと待って、あれこれ、ああカーソル見えてるね、これね。これ今どうやって配信してるかっていうと、あれなんですよ。アンドロイド用の、はい、6個目さんいらっしゃい。アンドロイド用の、エミュレーターっていうのがあって、それで今配信してる。これ今パソコンにね、パソコンの画面にね、このスマホの画面が出て、で、今こう、まあ、マウスカーソルでこう、ね、やってるという。すごいですね。すごい時代になったな。すごい時代になったな。すごい時代になりましたね。マジで。とりあえず、目標は。スーファミ版よかこっちの、いわゆる、アンドロイドじゃねえ、DS 版の方が、難易度が、一応、低いんですよ。通常のクリアするだけだったら、簡単なんですけど、ただ、スマホのこの操作が、やっぱ難があるんで、これミスって、壺投げたりとか、保存の壺投げたりとかっていうのがありましたんでね。だから、それが、まあ問題ではあるけど。まあでも、風来の試練シリーズは俺好きなんで、6を、ね、今はほら、ナンバリングタイトルが、まあ、5までじゃないですか。5プラス、ビータの5プラスまででしょ。だから、まあ、出してほしいっていうところで、チューンソフトへの、あれっすよ、お布施ですよ。お布施代わりに、1800円払ったようなもんです。たら、早く、6出してほしいですね。
とりあえず倉庫縛りで。とりあえず倉庫縛りね。あの、全滅の巻物っていうのが。倉庫を使わないで、あの、この本編をクリアすると、あの、全滅の巻物っていうのが、あ、ラッキー。全滅の巻物っていうのが手に入るんですよ。まあ、これも基本的に、まあ、ね、倉庫は使わないで、行くと。まあ、あと DS にはなかったこの、確か見渡すっていうこのコマンド、が多分追加されたのかな。あれ ?DS にも見渡すってあったっけな。あんまやってねえか、覚えてねえ。DS 版って見渡す あったっけ。確かなかったんじゃないかな、DS。見渡すコマンドがね。スマホでできるのはいいね。うん、だから暇つぶしつか、まあ、あの、落とし切りなんで、落とし切りだから、あの、いわゆるそこら辺、外とか電車の中で、あの、できるんですよ。あの、通信とかなしで。だから、いわゆる Wi-Fi なくても、まあ、値段がそのかかんない。パケットがかかんないってことですね。まあ、そこが、あの、落とし切りの、まあ、メリットじゃないですかね。普通になんか俺やっちゃったけど、なんでやったんだろう。なんで俺武風の杖使ったんだろうな。なんで俺武風の杖あいつに渡したんだろう。普通に使えばよかった。おすらら。モンスターにやられて、ああ、ないですね。残念です。残念ですが、死んでもらいましょう。来る。これ、鈍足だったっけ？鈍足の杖ってあったっけ？あれとごっちゃになるんですよね。トルネコがボミオスでしょ？トルネコで言うボミオスでしょ？あ、目薬そうあんじゃん。
あのクソガキに投げてやるから。泡立てくんねえかな。でね、ここなんですよ。俺一回やったんですけど、この出口に進むがこの2番目にある。戻るが、あの DS 版だと戻ることできるんですよ、これ。スーファミ版だと、もう、進んだらもう絶対戻れなかったんですけど、DS 版だとこれ戻ることができるんですよ。で、なぜか、この戻るが最初にあるんで、これ間違えて、戻っちゃうっていう。だから戻るがあるんで、すげえ簡単っちゃ、簡単っちゃ簡単なんですよね。無限に稼げるから、経験値を。まあ、おにぎりが許す限り、腹を許す限り、ひたすら、できますよね。さっきから、屁が大量に、さっきから屁が大量に出る。最近便秘がひどくてさ、終了まであと5分になりました。あ、ご主人様申し訳ありません。延長に失敗しました。いや、失敗すんなよ。30分延長しました。延長しました。どっちやねん。どっちやねん。タバコ吸おう。こういうのはね、風雷の試練っていう、ローグライクゲーはね、一
手一手が大事なんで、あのね、あのね、一手が重要ですから。だからスマホだと、やっぱさ、男だったらさ、ちょっと指でけえじゃん。だから、こういうのとか、ちょっと、ちっちゃいんですよね。ボタンが。で、誤爆したりとかするんですよ。タップミス原因で、カジンフーマ。俺それ作ったことねえわ。よう作ったな。あのね、この DS 版、まあ、このスマホ版は、まあ、DS 版のほぼ移植なんですけど、何がダメってね、DS 版叩かれまくってるでしょ。ね、2チャンネルとかから叩かれまくってるじゃん。何がダメって言うと、まず俺がすげえ気に食わねえのが、まあ、クリア後のダンジョンで、持ち込み可能のダンジョンがあるわけです。だから持ち込み可能なダンジョンは、基本的にその、持ち込みをなしで、まあ、いわゆる、武器とか強化しまくらないと、まあ、そもそも絶対にクリアできないっていう、そういう、まあ、仕様の、最初からもうすげえ強いモンスターが出てくるっていう、やつなんだけど、まずそのさ、盾とか武器をね、強化していく、その方法がもうたるい。まずひたすらにたるいということ。リアルタイムですげえ時間がかかるんですよ。で、まあ、じゃあようやくさ、10時間ぐらいさ、ね、武器とか、強化し終えてさ、さてじゃあやるかっつってそのさ、ね、持ち込みありのとこ行ってさ、だいたい殺されるんですよ。で、殺されて、まあ武器がロストするわけですよ。その一体10時間とは一体何だったのかみたいな。だからトルネコみたいに簡単にね、トルネコ2とかだとすげえ簡単にほら、できるじゃないですか。武器強化、防具強化って。まずそこなんだよね、まずね。非常に、強化しづらいんですよ、このゲーム。
分裂の壺がなくなったのが辛い。あ、分裂ね。まあでも俺も最初から分裂使ってなかったですから。ペイの最終問題では、あの、分裂と、吸い出しで、なんかコンボして、ね、あったでしょ？俺は、あれは絶対やりたくなかったんで、あれやってないです。ドレインバスターが、4の8か。まあ、あとカラカラペンペンですよね。カラカラペンペン。カラカラペンペンくんね。カラカラペンペンはマジ基地。フェイの最終問題で、もういきなり出てくるんですよね。あのカラカラペンペンとかいう害悪モンスターが。もうイライラする。あれも出てくると思う。カラカラペンペンはもう本当にあの、死ね。カラカラペンペンは本当にあの気違いですか。特に利用手段もない変人。
あ、ジジイ。このクソジジイ。あ、皮立て欲しいわ。皮立て欲しいわ。あ、来た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 、ガマガマさん。ガマさん、まあ仕方ねえか、これは。ここで稼ぐのが、あの、スーファミ版だと、あの、ここで、あの、ガマゴン狩りをするという。というのが、まあ、あの、まあ、割かし定石かなという。PS 版だと、まあ、ガマゴン狩り してもいいけど、どうせ戻れますからね。
ひたすらここでガマゴ狩りするという。行って、山頂の村行って、飯食って、で、また戻って、ガマゴン狩りしてみたいな。腹減ってきたらまた戻って、山頂の町行って、みたいな、のできるからね。これ倉庫の可能性あるな。これ倉庫の可能性あるんで、これ、嫌です。これ何も入れないでおこう。倉庫の壺だったら、あれ、全滅が、倉庫を使ったことになって、全滅する可能性がある。あ、ガマ。ガマくんはそこにいる。え、ガマゴンの経験値少ないからあまり稼ぎにはならないよ。いや、ガマゴンが経験値稼ぎは最適ですよ。とりあえず、本編ではね。ガマゴン、ガマゴンっていうのは 3レベルのやつ、黒いやつね。
さっきのやつじゃなくて、あの、紫の後に黒になるんですよ。黒のやつが、あの、かなり経験値が高いんで、まあ、本来ならば、そこで、さっきのところで稼ぐべきなんですけど、稼げなかったんで、SFC と違ってガマゴンの経験は大少ないよ。あ、そうなの。あ、そっか。ああ、そうなんか。修正されたのか。じゃあ、あれ、どれでか、あの、やった方がいいんですかね。どれで稼ぐべきなんだろう。タリーマジで。なんかおすすめの、あの、あれ、方法ないっすか？おすすめの狩り場。ああ、全然ダメだね。外交つまじんはやばい。あれ、いなくなった。うぅ、あ、金が0円だった。これなんかあったよな、確かに。何分の1かでなんかあのエロいイベントがあったんですよ。
あ、ほ、あ、あ、そっか、町に来るともう識別されるのか。これ DS 版だけだよね。そしてこのまとめ入れ、まとめ入れができる。DS 版でまとめ入れできたっけ、大体そもそも。忘れた。これ怪しいな。倉庫の可能性があるから入れないと。ああ、そんなのあったな。多分ここら辺から親父戦車来るでしょ。
そういや、こいついるんだったな。今のもあれですね、追加された DS 版で追加されたモンスターですね、まあ、いわゆる爆弾岩ですね。トルネコで言ったら爆弾岩です。地味にうざいんですよ。特にトルネコだと爆弾岩が鬼畜でさ、殺されるんだよな、大体な。よう殺されとったもん。あ、スララだ。邪魔なのは いらねえ。うわ、タイガーウフォ。これもあれだな、DS で追加されたやつだな。音速あれだな、効果投げ。
ああ、そう、こいつあれか。これいらねえんじゃない？呪われたら読めないんだよね。お祓い。お祓いはないと。
これいらねえだろう、これ。あ、間違えた。あぶねえ。消し。あれ？あれ？あんなとこにアイテムあったっけ？あ
最近マジで、あれなんだよな、便秘がひどい。便秘がひどくてさ。もう4日ぐらい、あ、4日ぐらい出てない気がする。とか飲んでんだけどな。ピルクル俺大好きで毎日飲んでんだけど全然出ないんですよね。なんか腸内環境があれだな、相当やばい。今のなんだ？今のなんだ？20ダメージ与えたぞ。あれか？トルネコで言う、トルネコで言うなんか、レギラマ的な、じゃあ、なんだったっけ？雷光とかそんな感じだった。雷光とかそんな感じだった気がする。
そうだ、これもできるようになったの。DS 版で、ギターを持つことができるようになったの。あーどうすっかなー、これ。あー、鈍足はいるなー。
これなんだっけ、爆睡、ひょうたん、まあ、どうせ合成は出ねえから、合成出ないから、あと倉庫かあれだな。倉庫か、なんだっけあれ、変化、変化。倉庫か変化だな。これわかんねえもうこれ。わかんねえもんな。ライコンいらんじゃねえこれ。ドラゴンソウ。あ、保存きた、保存。あー、やった。やりました。やりました。勝ったな。
え、あれ、一死のさっき出なかった？あれ、一死のさっき出なかった？あ、結構いいな。操作性はね、いや、あんま大丈夫じゃないです。よし、よし、いいよいいよ。保存うまいよ、保存は。
これクリアできっかな。これなんかあったっけな。あ、やった。音切りうまい。さて問題の、あ、ここから先は道が険しいため戻ってくることはできません。あ、これ以降いけない。さて問題のとこ来ましたよ。問題の第一関門。第一関門。爆風シスエン。あ、毒よけの腕輪だ。うわぁ。B
微妙すぎる。来光いらねえんじゃねえ。いや、もう、あ、これ、あ、これいらねえわ。ドレバスを装備して。あ、カラカラペンペン来た。伝説の害悪モンスターカラカラペンペン。でもこいつ1レベルだからまだ草しか変あのできないです。草しかあの壊すことできないんで、まだいいんですよ。パタパタペンペン。あれ？カラカラペンペンじゃなくね？ 2 レベルモンスター、あいつ。うわ、来た。あれ、カラペンどっか行った？来ました、テーブルマウンテン。あれだな、
グレートチキンだか。グレートチキンがあれ、全だよな、あれだな。グレチキさんが、あれ、オフラインになった。あれ、ヨウツベの方がオフラインになった。あ、治った。治った治った。あいつ、あの、DS 版で、今先こう、あの、攻撃できるようになってるからね。あの、クソウサギが。あ、カラス。チェインヘッド、チェインヘッドさん強くなったよね。うわ、マスターチキン、天狗か。カラス天狗いっぱいいるな。あ、まねえだ。
あ、トド。トドさんは、あ、爆睡か。終了まであと5分になりました。ご主人様申し訳ありません。延長に失敗しました。延長しました。30分延長しました。スマホで支援できるの？あ、うん。スマホでね、支援できますよ。1800円です。あ、待てだ。あぶねえ。あぶねえって言っても1かよ。マジで、グレートチキンうっぜえな、マジで。あれ、倒しても1かよ。あれ？あー、透明なやつがいる。透明人間がいるわ。あ、これも透明人間。全然うまくねえな。あれ、トドだ。あ。マウスでやってる。ああ。いった。緑トドどこ行った？あれ何盗まれたんだっけな。まあ爆睡か。爆睡ちょっと欲しいな。爆睡ちょっと欲しいですね。まあに、おにぎりいっぱいあるから、ちょっと、ここら辺で、レベル上げがてら、緑トドさんちょっと探しましょうか。いた。
緑トドで稼ぎっていうのもできるのかな。アイアントドの方があれば。何持ってんだ？弓矢か。シェインヘッド200うまいっすね。シェインヘッドの経験値200うまい。経験値200はうまいっすね。うわー、うぜえ。なんといううざい配置。シェインヘッド美味しいな。入った。マスターチキンも。あ、マスターチキン400か。倒せりゃうまい、うまいな。いや。ああ、二発で。矢打たなきゃ二発で死ぬんだな、こいつな。今の状況だと。これマスターチキン狩りした方がいいな。明かりの巻物は後で使う予定がありますから。
いで。あ、パワーアップうまい。これパワーアップはうまいぞ、多分。パワーアップ。ほら。これ昔のパワーアップの巻物は強いんですよ、この頃の。確か5とかだと、4とか5とかになると、なぜか1フロアじゃなくて、何ターン後、10ターンか20ターン後に、元に戻るんですよね。だからこの頃のパワーアップはすげえ強いんですよ。めっちゃ。めっちゃ強いんですよ。マジで。そのフロアにいる間、延々続くんで。すげえ強い。攻撃力2倍ぐらいになるじゃん。1.5 倍が2倍ぐらいになるじゃん。今おにぎりがいくつあるかな。1個2個。あ、2個か。おにぎり2個、大きいおにぎり2個か。ちょっときびいな。これきびいね。そこまでないですね。これはちょっと悠長にレベル上げをしている暇はなさそうだ。悠長にレベル上げてる暇なさそうだ。今20回だからあれですね、あと10回あるんで。トドツボか。明かりいらねえな。え、なにこいつ。ミス・トノス。うわ、こんなやついたっけ。これ何するやつだったかな。ただ硬いだけか。タフなだけか。なんかやってきたような気もしないでもないけど。覚えてね。すごい影が薄い、影が薄いモンスターだな今。うわ、ゲイズ先輩、ゲイズ先輩来たー。
金縛でいいんじゃないですか、これ。あれ。あ、なんか緑トドがいる。あ、隠れた。お？あれ、あいつどこ行った？あ、いた。木工いらねえ。ゲインズの経験値うまいんちゃうかこれ。うひえ。ゲイズ経験値うめえんじゃねえ。案外。おにぎり枯渇問題あるぞこれ。腹減って死ぬパターンあるぞこれ。さっきトドに盗っ、あ、いた。あ、まだ死なないの？嘘。音切り。あ、ちょっとやばいよ。おにぎりないよ、これ、おにぎり。悠長なこと言ってられないよ、これ。即折りしないと死ぬよ。おにぎりあと1個しかねえもんだって、多分。あとおにぎり1個しかないでしょ。ゆうちゃんなこと言ってられんよ。ほら、あと1個しかねえもん。これまずいっすね。これまずいっすよ。悠長に、合うぜ。あ、掴んで離さない、マジで。あー、そういうあれか。窓ハンド的なやつか。はっはー。こいつ窓ハンド的な、あれやね。即折りした方がいいか。ちょっと見ようか。しめぐ。
あ、カラクロイド。よーし。よーし。盗むか。よーし、盗むか。これさ、子供戦車。力。力飲んでいいでしょ。ドラゴンソウ。とりあえずいらん。あ、幸せ。うお。ラッキー。毒よけこれ投げよう。拾って。胴たぬきか。確か、
ここの、これでやんなきゃいけないんだったよね。風雷の試練の時はこう、トドツボ。こうしないといけない。トルネコとあれ違うんだよ。じゃあ、メシメシ。飯食わしてくれ。うわ、たっか。飯は重要ですよ。なんか弱そうなやついるか。縛りはいらないな。ぶっちゃけ場所替えもそんなに使えるあれではない気はするけど。ドゥンドゥンドゥンテンテン。で、トドツボがまだいっぱい残ってるんで、あのアイテム全部パクって。パクリーの、トドツボを押して、パクリーの、良さそうなやつだけでも。これここでやったらどうなるの？泥棒って言われたら死ぬから。ちょっとやってみる。あー。やっぱり風雷の試練はあれなんだよ。店の中で、トドツボ使っても、あれなんですよね。ダメなんですよ。パクれねえんですよ。肉は重要だ。まあでも幸せの腕輪があるから、まあ、わりかし。終了まであと5分になりました。ご主人様申し訳ありません。
現状に失敗しました。延長しました。30分延長しました。22回でしょ？うわぁ、ノロジョ先輩。ノロジョ先輩うざいなぁ、こいつ。骸骨まで。こいつもちょっと厄介ですね。
これいらねえな。もうびっくりした。もうアイテムもじゃんじゃんつ、アイテムもじゃんじゃん使ってった方がいいな。これ最大の敵あれだわ。今おにぎり、大きいおにぎり1個しかないから、これ最大の敵はあれですよ。ハラヘリーさんですよ。回るポリゴンさんですよ。回るポリゴンさんが一番厄介かもしれん。案外。このゲームで死ぬのが、一番嫌なのが、腹減りで死ぬっていう。これ普通に飲んでぶっ壊れちゃうわよ。無駄にあれだね。ドラゴンソーはちょっと、スペースが。アイテム一枠で一つしか使えないから、杖よか、消費していかないと、アイテムが圧迫するだけです。アイテム欄の圧迫だ、するだけだ。もうこいつも、もう殺す。こういう厄介なやつはもう殺すに限る。ドラゴン層で、ぶっ破して。これはやばいですね。これはあれですね。ドラゴン。うっそー！結局あれなんかい。結局、ドラゴンでは倒しきれなかった。あれは、金縛りとかでやった方がいいな。
ちょっとおしっこ、ちょっとおしっこ行ってきます。よいしょっと。ね、ちょっとね、3時か。
ババアペンペン。やべえやつ来た。一死の。ババババペンペンはやばい。ここもうバババペンペンさん出るんだったらもうあれじゃない、そこりいいんじゃないの、そこりしよう。またまた待てよ。こいつは美濃さん来たか。え、なんで俺こっち行った。美濃さんちょっとやばいんじゃない。これどっか行った。いや、くそ。いや、硬いね。
スマホだからか、特に慎重に行動しないと、即決、死と直結するからな。うるせえ。あー出たー、バババペンペン混乱の巻物が死んだ。混乱のあれが死んだ。とりあえず、これはもう、あれだな。金縛するか。鈍足するか、身代わりするか。鈍足にしてみよう。経験値250か。だって出会い頭もどうしようもねえから。出会い頭もどうしようもないからね。回避することはほぼ不可能。あれ、なんかめっちゃラッキー。すぐそばに出口があった。ここはもう、本当は、無限幽谷、幽谷に幽谷。あれはもう明かりを使って、突破する予定だったんですけど、今、運が良かった。ああ、あいつか。鈍足してもな。こういうの流して、ああこの方が来たか。鈍足でいいじゃん。マジで？それ来るか。それ来るか。そうか。そっかそっか。それ来るか。まあこれ爆睡ですね。爆睡一択でしょ。全然しないんだけど。30分延長しました。延長しました。あ、やばい。
2回だけど、あれか、一応使っとくか。どうぞ。
あれあれだ。触らぬ神にはたたりなし。おい。そのさ、入り口のさ、その、入り口に罠を置くのやめてくんねえか。入り口に罠を置くのやめてくんねえか。そっか、あれ使うか。
28、29。あれ？まあ、明かり使おう。ドラゴンさん。動いてね。これちょっと後にしよう。明かりあると楽だな。
いや、明かりあると楽でいいわ。鉄鋼はいらねえな。マジで。最後の試練で明かり読んでと。
緊張感が増してまいりました。俺のプライドにかけてテーブルマウンテンはワンパンクリアで冒険1回目でクリアするっていう。あれ？ここにも明かりあんじゃん。とりあえず鈍足振って白紙来たね。あれこの頃って白紙読んだことのある。そっかそっか、読んだことのあるだもんな。だからラスボスはあれだな、モンハウで倒せないね。ということは読んだことのあるだから、あ、それが分からへんの。これ読んだことのあるっつっても、そんな愛しな、何が読んだことのあるかもわかんない。なんかわかるような感じだった気がしたんだけど、わかんなかったんだっけ。読んだことのある巻物で有用な巻物っていうと、俺ほとんど読んでないからな。爆睡ぐらいが。混乱も読んでないしな。読んだ巻物、あれじゃない？ほとんどない。ほとんど読んでないな。で、あかりか。ラスボス戦は混乱読んで、あれか。ここら辺でレベル上げるか。
どうせあれだし。このゲームレベルも結構重要だから。ここでひたすら、これ足踏みで、今レベル31か。あれもなかったよね。逃げピーがあるな。逃げピーはラスボスに投げるとして、まあそんなもんでいいかも、適当に。まああれだね、あ間違えた、申し訳ありません。延長に失敗しました。延長しました。30分延長しました。よし、行くぞ。行くぞ、行くぞ。とりあえず最初初手で混乱読んで、でパワーアップ読んで、でまあそんな感じか。黄金都市アムテカ、ここはまばゆい黄金があふれる都、そして身長を主語に、生える、栄える光の国だ。てってってって、てっ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 て、これ確か裏ダンジョン。ここに裏ダンジョンなんですよね。ここ裏ダンジョンなんです。うわ緊張してきたな。はい、こっちか。考えておくと、まずは混乱一発目で打って、その後パワーアップ巻物読んで、で白紙に混乱って書いて、でラスボス以外を全員ぶっ殺した後に、ラスボスはあの逃げピータン投げて倒す。これだな。これしかね。
ずいぶん昔のことみたいだし、今はその魔物ってやつも生きちゃいないぜ、きっと。な?というね、とんでもないフラグを立てて。だから問題があれだよね。ボスよかも、問題なのが、骸骨魔王っていう、鬼畜敵ね。あいつに一回でも、杖振られたら死んだと思っている。ほとんどその時点でこう終了みたいなもん。いけるかな?もうこれ多分誰も見てねえんだろうな、これ。で、行きまーす。ブルル。なんか寒気がして物騒なところだな。頼んだぜ、相棒。これラストボスですね。まず混乱を読みます。で、パワーアップを読みます。で、白紙に混乱と書きます。で、あとは、せやなぁ。あとはあれか。身代わり。身代わり使おうぜ。ちょっと待って。軸が。あ、ラスボスにちょっとあれ使おう。身代わり使おうぜ。さて、あと俺はここら辺のザコモンスターを全部ぶっ殺し、で混乱が切れたらまた混乱使えばいい。あ、混乱解けたね。で混乱使います。この骸骨魔王っていうのが鬼畜すぎるんで、さっさと倒しといて、さんを逃げピータンにして、で、これを投げる。はい、お疲れ。長い間、お疲れ様でした。3時間30分というクソみたいな長いタイムでしたが、まあ、RTA プレイヤーの人はもう、ね、これを、10分か20分ぐらいでクリアするんですよ。多分15分ぐらいでクリアするんだ。RTA ガチ勢の人は。
ああ、よっしゃ、一発目、一発目クリア、倉庫なしクリア達成です。これで全滅の巻物も読めるようになりました。使えるようになりました。ユッキー、ほら、あそこ太陽の大地だ。あの、スマホで操作するよかも、あの、マウスで操作する方が、あの、非常に操作ミスがなくていいですね。あ、あれは黄金のコントルじゃないか。伝説は本当だったんだ。は、こうしちゃいられない。早く願い事、願い事、おねしょが治りますように。ああ。まあ、スマホ版、あの、スマホで操作するよか、あの、これあの、スマホのエミュレーター使ってやってるんで、こっちの方が全然楽っすね。こっちの方が全然、パソコン画面でマウスでクリックしてやった方が全然、あの、操作ミスもそんなにないです。どうしてもスマホだと、あの、指の太さで、ね、細かい操作とかしよるからめんどくせえんすよ。ぶっちゃけ。これ買った人は、あの、これエミュレーターでやった方がいいですよ。うん。このスマホの、あの、スマホエミューでググれば出てくるんで、パソコンの画面に、パソコンの画面でこうできるんで、ね、こっちの方が全然楽です。まあ、あとは、まあ、フェイの最終問題ですかね。とりあえず、まあ、風来の試練、まあ、あれですから。クリア後が本編ですからね。よく言われるのは。まあ、よくゲームで、あの、クリア後が本編だから、言われますけどね。実際にその通り。お!なんか違うぞ、絵が。ああ、DS 版だからか。ちょっとあれだね。スーファミ版とやっぱ若干違うね、これね。まあ、だからいかにあのスーファミの試練が完成度高いかって話ですよね。完成度がもう半端ないです。お、スマートフォン版。風来の試練。開発会社が株式会社サイクロンゼロ。知らねえ。デバッグが、株式会社デジタルハーツ。知らねえ。制作、著作が、株式会社スパイクチューンソフト。おぉ。風来の試練 DS 開発スタッフ。はぁ、あ。お、作曲杉山浩一、松尾隼人。はぁ、あ、はぁ、あ。だからこれをスーファミで、まあ、あの、前作のトルネコの大冒険が、あの、まあ、不思議のダンジョンシリーズで、一作目でスーファミなんですけど、
まあ、あれの時点でも割と、まあ、割かし、ねえ、まあ、完成されてたはされてたんですけど、さらに、もう、風雷の試練、もう、になって、もう、半端ないような完成度ね。ウィザードリーで言ったらもう、あれですよ。今日の試練場がいかに、すごい作品かっていう、一発目からもうすでに、とんでもない完成度を誇るっていう。あれに、まあ、似てます。まあそういうことやな。葬式中村浩一、チュンソフトの、ね、これドラクエ作った人ですね。ドラクエ1と ドラクエ1から5まで作ったチュンソフトの社長さんです。で今はこのスパイクチュンソフトのあれですね、なんだろう、社長なのかな、わかんないけどね。あー楽しかった。寝よ。楽しかった。やっぱり風雷の試練は神ゲーだわ。小神谷の旅はまだまだ続く。新たなダンジョンも続々開くぞ。お楽しみに。これDS 版の移植だから、まあ、あといくつか、裏ダンジョンが 5個ぐらいあるのかな。スマホ版の追加要素でなんかね、出してくんねえかな、誰かな。チュンソフトさんのあれ、アップデでさ、新しいダンジョンさ、作ってほしいよね。はい。これキャプチャーどうやってる？これ、あれか。キャプチャーしとこ。シャメ撮っとこ、シャメ。シャメ撮っとこ。シャメ取っとこう。よし、ツイッターに投稿しよう。
タンタン。冒険の足跡。ああ。ダンジョンを2回クリアした。こっからが本編。ここから本編です。あれ、なんでダンジョン2回クリアしたんだって。え？ダンジョンを2回クリアした？え？クリア2回してなくね？どういうこと？今までの到達フロア数35フロア。え、どういうこと？これタイムアタックとかもありますからね、これね。これタイムアタックとかもありますから。これガチ勢、ガチ勢のタイム見るか。挑戦する？タイムアタックについて。道具の一つの持ち込みでテーブルマウンテンクリアするために時間を競います。クリアした時に1万ギター持っていなければ、クリア時間が10分増えるペナルティ。これ絶対これ DS の時もあったんだよ、これ。でね、当たり前のごとく、チートを使って、ね、チーターが湧いてですね、これ1秒ぐらいでクリアしてる、ね、チーターがいるんですよ。あ、ほかった。